姉貴！ティトル！どこから来やがった？リフトは閉鎖中のはずだぞ。その人たちは返してもらうよ。レディーたちの前で騒ぎは困りますな。ミリッツ！手を尽くしたつもりでしたが、隊長がこれほど早くこの町にお見えになるとは計算外でした。もう少し着くのが遅かったら、お前がここで動き回っていたことすらわからなくなっていただろうな。しかし、私は私の仕事を完遂させていただきますよ、隊長。俺は争いを望んでいるわけではない。手を引け、ワルトゥ。我らの任務は、彼女たちを女王陛下のもとへ無事に送り届けること。任務の放棄は王国への反逆を意味します。私が王国を裏切るとお思いですか？こんなことをして何になる、ワルトゥ。これが国のためになるというのか？私もこのようなやり方を望んでなどいません。しかし、ことは急を要するとのご加盟を賜った以上、些細なことに気を配っている余裕はないのです。だったらこっちも力ずくで奪い返すだけだ。うりゃ！兄貴、大丈夫か？さ、こっちへ来るんだ。体が動かない。貴様ら、姉貴に何しやがった？お願いをしただけですよ。しばらく動かないでほしいと。何？急を要するとの命を受けたとはいえ、手荒な真似はできる限り避けたいのです。皆さんもお引き取り願えますか？はい。それとも我らを倒して彼女たちを助けますか？もっとも、ここで戦えば彼女たちは無事では済みますまい。動けないのですからね。この卑怯者が！お前らしからぬやり方だな。私は任務遂行のためなら手段を選ばない。これは遊びではないのですよ。戦いなさい、ティトレ。姉貴！こんな奴らの言いなりになってはダメよ。あなたたちが命をかけて戦うのなら、私も命をかけるわ。私も覚悟はできてます。戦ってください、お願いします。だけど、このままではどの道彼女たちを救うことはできない。やるぞ、ティトレイ。穏便に話をつけたかったのですが、そうもいかないようですね。いいでしょう。ただ本当に彼女たちを傷つけてしまっては私の達成がありません、ミリッツァ。分かっている。やめるのよ、ミリッツァ。おしゃべりはそろそろ終わりにしましょう。私たちも本気で戦わせていただきますよ。ミリッツァのフォルスで作り出された光の空間でどんな戦いをしようと、外部に力の影響は及びません。これで心置きなく戦えますな、隊長。参りますぞ。望むところだ。行くぞ。ミリッツァ、どうしてこんなことしたって、純粋な人の体なんて手に入らないのよ。言ったはずだ。王の盾以外に私の居場所はないと。それともお前はハーフの居場所を見つけたとでも言うのか？それは。引け、ワルト。お見事でした、隊長。しかし、任務は必ず遂行します。ワルティ。しばらく意識を失っていただきますよ。あっ！
頭が…兄貴！何事だ？随分と騒がしいではないか、ワルトゥよ。ミルハウスト将軍、あいつは？カレギア王国軍の将軍、ミルハウスト・セルカークだよ。軍に入隊してすぐに頭角を現し、その手腕と人望を買われて若くして将軍になったエリート中のエリートさ。バビログラードの動向が慌ただしいと聞き赴いてみれば、民間人を巻き込んでのこの騒ぎ、何をしている？説明しろ。恐れながら我ら王の盾の任務はアガーテ様の勅命、陛下の許可なくして私が語ることはありません。そうだったな。ならば陛下に直接伺うまでのことだが、ここは引け。私の目の前で民を傷つけることは許さん。私が忠誠を誓ったカレギアはすなわちカレギアの民そのものでもある。しかしどうしてもというのならば私が相手になる。そこまで申されるならば承知いたしました。隊長、後ほどお会いしましょう。ミリッツ！久しぶりだな、ミルハウスト。以前は国のために尽力し合った仲とはいえ、あなたは国と袂を分かった。語ることなど。そうか。だがかつての同志として一つだけ忠告する。一刻も早く女王陛下のもとへ行け。そして何が起こっているのかお前の目で確かめてほしい。お前には真実が見えるはずだ。互いの刃を交える日が来ないことを俺は切に願う。待て、ミルハウストさんよ。みんなを助けてくれてありがとうよ。皆さん大丈夫ですか？ええ、みんな無事よ。姉貴、この人たちはみんな奴らにさらわれてきたんだよな。そうよ。それで山の上の聖殿に閉じ込められていたの。私たち以外にも大勢の女の子たちがいたわ。なあ、その中にクレアって名前の子はいなかったかい？クレア？知ってるんだな、姉貴。でもどうしてあなたがその名前を？こいつのベイグの恋もとい友達なんだ。そう。でもクレアさんは他の子たちと一緒に連れて行かれたわ。クレアはいつここから連れて行かれたんですか？ほんの 2,3 日前のことよ。奴らはなぜあなたたちをさらったのか、何か話をしていませんでしたか？いいえ、何も。ただ一つだけ気になることが。気になること？聖殿にいるときに外から聞こえてきたんです。もう時間がない、月が満ちるって。月が満ちる？満月の日に何かが起こるというの？ごめんなさい、そこまでは。確か次の満月はゴルドバの日の夜ですね。ゴルドバの日にはお披露目の儀式があるんだよ。やはり一連の王の盾の行動と儀式には関連があるようだな。クレア、急ごう。兄貴、悪いけど俺は一緒には帰れない。他の子たちを助けるまでは手放しで喜ぶ気にはなれないんだ。ええ、分かってるわ。一緒に帰るなんて言ったら私に怒られるとこだったわよ。兄貴、行ってきます。気をつけるのよ。皆さんもお気をつけて。ティトレイをよろしくお願いします。